あなたのような優秀な人材がこちらにいて、アルファたちは大丈夫でしょうか。あちらにはノンナとルージュがいますけど、戦力的にはこちらより劣っていますよね。無用の心配だね。アルファ様がいれば問題ない。そんなに信用できるのか。まあね。何か問題が。別に。ただアルファが強いのは認めるが、それより強いシャドウだったか。彼はディアボロスに負けて死んだんだ。過信はするなよ。は？シャドウ様が死んだ？逆賊が見つかったようだな。我が出よう。ベータ？ベータ、そんな、どうして。フレイヤ、下がれ。逆賊が、逆賊がたくさん。オリビエさん、さすがに手強いか。だが、はっ。だけではなく、思わず見とれるような、それでこそ私の王です。何言ってるんだよ。シャドウなんてどこにも。はあ、ゼータ、あなたまで何を言っているんですか。シャドウ様はご健在です。まさか反抗勢力に取り込まれてしまった。はあ、そんな、どうしましょう、シャドウ様。は、主、しかも複数。惑わされるな、これは幻影だ。ゼータ、シャドウ様が怒っていらっしゃいますよ。早く平伏して謝ってください。実体がないのに重い。よくもシャドウ様キングダムの崩壊を目論みましたね。その愚かな野望もここまでです。ゼータ、助立ちする余裕はない。そっちは自分でどうにかしろ。自分でって、幻影とはいえ、主相手に私がどこまで。ゼータさん、リリちゃん、私とクレアさんで時間を稼ぐわ。その間にゼータさんの治療と回復を。はい。もし本物並みの実力だって、だったら稼げる時間はほとんどないわ。でもやるしかないのよね。このままじゃ全滅しちゃうって思うから。シャドウ、あ、見つけた。しかもたくさん。アレクシア王者、なんで、どうしてその姿に。シャドウ、あなたを倒すために探していたの。ここでその首を落としてあげるわ。首？シャドウ様の首を狙う反抗勢力。ああ、あなたも敵なんですね。シャドウ様を狙う不届き者。何、うるさいわね。あなたに用はないんだけど。これは一体。無事に出会ったようね。アルファ様。シャドウ、あんたを殺して証明するわ。この私の剣が最強だってこと。ほら、死んじゃった。何を言っているのか理解に苦しみます。シャドウ様がやられるはずないでしょ。凛々しいお姿。シャドウ様キングダムの民はなんて幸せなのでしょうか。一度超えてしまえば、あとは何度だって倒せるわ。シャドウ様。ほらね、さすがシャドウ様。やられたと見せかけて
増殖し相手の心を折る作戦ですね。何ですって。いいわ、何回だって倒してあげる。何も言えないな。ベータが出現させた幻影のシャドウをアレクシア王女が次々に消していってる。どんな光景だよこれは。幻影も含めたあの3人、誰をとってもそう。私たちが数人がかりで飛びかかっても相手にならなかったものね。だからこそこれは好機です。彼女たちが戦っている間に私たちは脱出しましょう。二人を置いていくの？他にいい案がありますか？それは置いていく気はないわ。相打ちになったところを抑えるの。だけどここに居続けても巻き込まれるだけ。一時的に離れましょう。分かった。この道も行き止まりのようですね。まさか侵入してきた経路が崩落してるとはね。アレクシア王女が散々暴れた影響かしら。逃げた吸血鬼が追っ手を巻くために破壊した可能性もあるわね。見つけました。あ、ベータ、シャドウ様に反抗する勢力をみすみす逃すわけにはいきません。彼の隣に立つ王妃として処理します。王妃？何を言ってるのか全然わからないわ。いい加減正気に戻りなさいよ。正気？それはこちらのセリフです。なぜあなたたちがそちらに組みしているんですか？なぜシャドウ様キングダムの平和を脅かそうとするんですか？全然話が通じないんだから。あの男の幻影はいないようだな。幻影は王女と戦ってる。疲弊してるし多分もう出せない。叩くなら今か。待ってください。ベータさんと戦わなくても説得をしてみるのはどうでしょう。は？説得？はい。ベータさんはリリたちやアルファさんたちが憎くて絶対に倒したいってわけではないみたいです。だからリリたちがその反抗勢力そんなのじゃないって話せば戦うのをやめてくれると思うんです。ベータは妄想と現実の区別がつかなくなっている。話にならない相手をどうやって説得するつもり？話してみないと本当に通じないか分かりません。心を込めて話せばきっと。そんな時間はない、さっさと行け。それはできません。だからこの状況が分かって。違います、オリビエさんを置いていけないと言ってるんです。お前。私もリリの考えに賛成です。オリビエ、リリ、ここは二人でお願いできますか？負けなければよくて勝つ必要はないのですから。死ななければよいのです。そしてリリがいる以上オリビエは絶対に死なない。逆に言うとリリだけは死守してください。はい、任せてください。相変わらず非人道的なことを言うやつだな。だがまあいいだろう。二人を信頼してこそですよ。よろしくお願いします。リリ様、さっきベータを説得しようとしていたけど暴走した仲間の姿は散々見てきたはずだ。出会ったばかりのベータをあそこまで気にかけるなんて愛が深いといえばそうかもしれないけど少し幼い印象もあるような。みんな急いで脱出経路を探しましょう。オリビエとリリが稼いでくれる時間を無駄にはできないわ。アルファ様、誰か来ます。あれはシャドウは全員倒したわ。これで私の剣が最強だって証明できたでしょ。アレクシア王女、間の悪い
見たところ満身創痍、肩で息をしてるし、体力もかなり消耗しているみたいね。これなら私たちでも。シャドウ様を倒したなんて、またそんな妄言を吐くんですか。ベータまでオリビエとリリが抑えててくれたはずじゃ。そのつもりだったんだが。よかった、オリビエちゃん、リリちゃん無事だったのね。はい、なんとか。幻影を倒して戻ってきたアレクシアが見えたんでな、こっちまで誘導してきた。いい判断です。ベータもアレクシアも消耗しているようですから、あとは妄言じゃないわ、事実よ。そんなはずありません。シャドウ様ほーら、呼んでも出てこないじゃない。ベータ、そろそろ決着がつく。シャドウ様は私たちを残して消えたりしない。それがどうしてわからないのよ。ベータさんもかなり消耗していたようですが、それでも彼女に分があったようですね。シャドウ様を愚弄する者にとどめを。ベータ、アルファ様、そこをどいてください。ベータ、アルファ様、離して。よく頑張ったわね。シャドウがいなくなって不安な時に負担をかけてしまってごめんなさい。あなたの気持ちに気づくことも寄り添うこともできなかった。何？シャドウ様はいなくなってなんか。好きでない戦いをたくさんさせてしまった、頼りすぎてしまったの。こんなあなたを見たらシャドウはきっと褒めてくれるわ。よくやった、さすがベータだって。だからゆっくり休んで。おやすみ、ベータ。外に出られた。さすがにもうダメかと思ったわね。拠点は壊滅させることができたけど、失ったものも大きいわ。ベータはまだ気絶したままです。途中意識が戻る様子もありませんでした。だけどリリ様が。ルージュさん、ルージュさん。このまま布に巻いて運びましょう。ノンナ、運ぶのを代わろう。拠点までは距離がある、交互に。いや、いい、私が運ぶ。だがこうなった以上、私がルージュにしてあげられることはもうそんなに多くない。だから一つも取りこぼしたくないんだよ。そうか。ルージュは崩壊に巻き込まれたんだよね。ええ、巻き込まれた地点あたりで遺体が見つかったわ。もはや誰だかわからないくらいひどく損傷していたけどね。フレイヤさん、やっぱり私。言いましたよね、ダメです。いくらリリでも死んでしまった人間を治すことはできません。たとえ姿形が元のルージュに戻っても意味はない。あなたが消耗してしまうだけ。でも、そんなこと、ルージュも望んでいないのでは。ルージュさん。行こう。早く綺麗な姿に戻してあげたいんだ。いつまでも血まみれの服なんて。そうね。彼女のお気に入りの服を選んであげましょう。すごく優しくて
なさい。泣いてばっかで。気にしないで。私とオリビエは死に慣れすぎている。あなたの涙は私たちの涙よ。代わりに泣いてくれてありがとう、リリ。三英雄、伝説で聞いていたイメージとはかなり違ったけど、オリビエ、卓越した運動能力と剣の技巧、フレイヤ、無慈悲なほどに冷静かつ正確な指揮、リリ、人間離れした膨大な魔力量。まだまだ未熟なところが多いけど、間違いなく突出した能力を持っている。これから彼女たちが伝説で語られる英雄になっていくのが、なんだか少しだけ楽しみだわ。ベータとアレクシア王女もガンマと同じ場所に幽閉しておきましょう。一緒でいいの？目が覚めたらまたやり合うかもしれないよ。今度はガンマも巻き込んで。その時は雪目？寝てるの？まさかあなた見張りもしないでずっと眠って。待って、眠ってるんじゃなくて気絶してる。え、アルファ様？ガンマが。ああ、魔人化が戻ってる。ふう、こんなもんなんだ。赤黒く濁っていたとしても魔力は魔力だね。まだまだ不可解なことは多い。だが全ての断りはいずれ赤き月のもとにさらされるだろう。ですが夢夢、目を離しませんよ。これまでの研究が怪人に帰す結果となるやもしれません。何にしても我らの崇高な目的へまた近づいた。本当によくできた世界だな。